はい、これでパーマを巻き終わりました。パーマをかけたことによって頭の、こういった絶壁の部分であったりとか、髪の毛の動きを出したいところにしっかり、リッチが立っているのが分かります。でまた、正面から見た時に、しっかり横に広がりを持つために、外羽で巻いたところっていうのが、ここで、ボリュームを出してくれていると思います。それでは、乾かしたいと思います。で乾かし方なんですけども、まず、しっかりドライで伸ばすことを前提に、乾かしていきます。でまずはムースをちょっとつけます。スタイリング力の、そんなにないワックスムースを手に取っていただいて、だいたいこのぐらい取ってもらったら全体になじませていきます。でムースをつける意味合いとしては、やっぱりこうオーバードライ、要は多乾燥を防ぐということが、一つあります。どうしても水分の方が、揮発してしまうので、まずは油分で髪の毛全体をコーティングしてあげることが大事になってくるので、全体にまんべんなくしっかりつけていきましょう。よいしょ。はい。で乾かし方なんですけども、乾かし方としてはまず、左右に振ってあげます。ここの時に、左から右、右から左って振って乾かしてあげることによって、鉢のボリュームを取ってあげて、トップに高さを出すようにしてあげます。また後ろから見た時に、ここの、絶壁の部分ね、ここの絶壁の部分っていうところがしっかり立ち上がりが出るように、ここは意識的にちょっと、こっちの後方に引っ張ってあげながら乾かしてあげることが重要になっていくので、それを意識してやってあげます。ではちょっと乾かしていきます。乾かす際はもう本当に7、3、8、2、9、1、もうそのぐらい、やりすぎなぐらい、横に乾かしてあげることが大事になってくるので、パーマをちょっと伸ばしながら乾かしてあげます。どうしてもこうねじりながらとか弱風でっていうのは意外とこうリアルではないので、もう大きくバッと乾かしてあげる簡単なスタイリングの仕方を教えてあげることが、パーマの、やりやすいスタイリングのコツになります。はい。そしたら今度逆側から乾かします。この際にいつも分けている7、3、まあ、大体この黒目の中央ぐらいで分けることが多いかと思うんですけども、そこよりも気持ちオーバーラップしてあげて逆側に乾かしてあげることが重要なので、そこを意識して、しっかり乾かしてあげます。はい。これを何度か繰り返します。もうこの時にもうパーマは気にしないで伸ばしちゃって大丈夫です。後でワックスをつけるときに、ワックスの水分が髪の毛に移ったときにパーマが戻ってくるので、全然気にしなくて大丈夫です。で乾かしていくと、ちょっとそんなに、おのずとこう鉢が閉まってトップに高さが出てくることがわかると思うので、まあ、そういった状態をまずドライで作ってあげることが大事になってきます。で横向いてもらってもらって、さっき言ってた後頭部も横に流す際に少しこう引っ張ってあげながらやることで、ここのボリューム感がキープされてますんで、のずと右左にやるんですけども、ここはしっかり後頭部側に引っ張ってあげる。そうするとここのボリューム感は維持しながら、こう頭がこう丸みが作られながらスッとこう入っていくような形になるので、そこはちょっと意識してあげてください。であくまでもドライで大切なのは根元の開放感、要はボリュームコントロールなので、ここで、かっこいいスタイルを作ろうとしなくて大丈夫です。逆にここは頭のボリューム感だけ作れてしまえばそれで問題はないので、しっかりこう毛が動くということを確かめながら、作ってあげることが大事です。で特に、耳後ろぐるっと回ってくる、こういったところの毛に関しては、こういったところの毛に関しては手を使うのでは、手で引っ張るとか上げるのではなくて、もう風の力そのものでしっかりもう沿わせる、無駄に力を使わなくて全然構わないので、ドライヤーの力のみで
こうタイトに押さえてあげるとより自然に収まりが良くなってくるので、無理にこう引っ張らなくても風の力だけで大丈夫です。そうするとおのずとここに後頭部に高さが出て、ここにスッと入っていくのが分かると思うので、しっかりちょっとやってみてください。はいはい、これでドライ終わりました。一応ドライの終わった感じなんですけども、しっかりトップに丸みが出て自然に立ち上がりが出てます。で、パーマを巻き終わったウォッシュアウトの状態よりも、ややっぱりパーマのカールっていうのは緩くなっていると思うんですが、その分トップにボリュームと、あと鉢のボリュームっていうのはしっかり抑えられた状態が作られていると思います。で、そこにワックスをつけてパーマの質感っていうのを戻していきます。で、今回使うワックスはファイバータイプのワックスになるんですけども、水分が髪の毛に入っていくと、水素結合が切れて髪のパーマというものが戻ってきます。なのでそのワックスの水を使ってあげてパーマを戻してあげます。なのでまず表面全体にしっかり髪の毛の表面にスタイリング剤をつけてあげて、したら揉んであげます。そうするとこうパーマが出てくるので、はい、しっかり全体に指を間に入れてあげて、全体にワックスを行き渡らせてあげます。で、一度ボリュームを出します。髪の毛を一度上げてあげてボリュームを出します。で、そうすることでスタイリング時に根元のボリューム感がつくことで、開放的なヘアスタイルになるのと同時にスタイリングが持つようになります。なのでしっかりスタイリング剤を長持ちさせるためにしっかり上げてあげます。で、その後ボリュームを落とします。一度上げてからボリュームを落とすことによって、しっかり根元から開放感のあるスタイルと動きが均一に出てくるので、で、こうするとこうカールがしっかり出てきますよね、形状が。なのでしっかりそこでスタイリングをしてあげる。で、毛束をつまんでいってあげて形を整えてあげます。あと前髪の作り方としては、ちょっとなんか毛流れを作ってもあげてもいいですし、ちょっと遊んであげてもおしゃれかなと思えば、少しこうずらして毛束をずらしてあげて、いろんな方向にランダムに毛を動かしてあげることも、モデルさんによってはあってもいいかなと思います。